駅ホーム大分け駅は、滋賀県大津市大分け町にある、京阪電気鉄道京信線の駅。駅番号は、OT33。滋賀県の駅では最西端に位置する。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅である。線路の地下と、駅南側の国道1号の地下に、南北自由通路で、ホームと繋がっている。上下線で改札口が独立しているため、改札内で、 ホーム同士を行き来することはできない。なお、改札口は各ホームの琵琶湖浜大津寄りにある。駅員は通常京都方面行き改札口におり、琵琶湖浜大津方面行列車到着時には、反対側ホームの改札口に回り集札などを行う。ただし駅員が配備されるのは、平日朝、ラッシュと午後から夜間にかけて、土休日は昼間のみ。それ以外の時間帯は、無人となる。 また、自動改札機は、開閉式になっておらず、IC カードのカードリーダーも別に設けられている。大津への発祥の地ということもあり、800系に対応して、ホームを改良した際ホーム屋根の壁面に、大津への複製が2枚ずつ掲げられている。両、ホームとも有効長は4両。乗り場番号は設定されていない。1日、1485人。 京阪百年の歩み史上編より、地形的には、大阪越より西だが、滋賀県に含まれる。大津江発祥の地。滋賀県最北端の駅は、大見市津駅、最南端の駅は、油日駅、最東端の駅は、柏原駅である。長年にわたり三条大橋古川長官が、仮開業とされてきたが、公文書で、本開業であることが証明された。AB 出典 京阪電鉄開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編147ページ。出展、京阪電鉄開業100周年記念誌、京阪100年の歩み資料編196ページ。平成25年台風18号の被害滋賀県ホームページより、hatkeihan-o2.com。駅係員配置時間。ありがとうございます。